共同組合共同組合で、砂糖キビを計量機にかけるミッドランド、販売共同組合の穀物貯蔵施設農業、共同組合、または農協とは、世界の様々な国で農民組合員が特定の農業活動分野で資源をプールして利用する共同組合である。農業共同組合を広く定義すると、個々の農業組合員に様々なサービスを提供する、 農業サービス共同組合と生産資源がプールされ、組合員が共同で働く農業生産共同組合があり、後者の例には旧社会主義国の集団農場、イスラエルの器物などがある。現在、英語あるいは日本語で農業共同組合という場合は、通常農業サービス共同組合であり、これが世界で支配的な形態である。農業サービス共同組合には、 供給共同組合と販売共同組合の二つの主要なタイプがある。供給共同組合は、種子、肥料、燃料、機械サービスを含む農業生産のための資源を会員に供給する。販売共同組合は、農産物の輸送、包装、流通、販売を行うために農民によって設立されている。また、農民は、運転資金と投資の両方の資金源として、 信用共同組合を広く利用している。ありがとうございます。